一流さん。ごめんなさい、私のせいで。怒ってませんか？ごめんなさい。そうですね。まるで自分の心が自分のものではないような、そんな感じが。あの時何かが私の心を捉えて勝手に操っているような、そんな感じがしました。それと同時に私の中にすごい力が。麻酔症に感じたのと同じような、で強烈な力が流れ込んできて、それで、私怖いんです。まだあの力が体の中に残っていて、本当はこんな長時間人の姿をしていられるほど、まだ私は大人になりきっていないのに、力の調節が効かなくて。
私の中に勝手に入り込んだ力がさせたことです。だからといって私は彼を騙すような真似はしたくはありません。
つはいないの？したんだ。契約？
につきまとわれるの嫌がってたくせに、変われば変わるもんだ。ほほー、人生ときましたか。こりゃまた大きく出ましたな。